続いては新体制がスタートしたサッカー明治安田生命 J2 リーグアルビレックス新潟の話題です。おとといの激励会で今シーズンでの J1 昇格を誓ったアルビは今日高知キャンプへ出発しました。おととい開かれたアルビの激励会、オンラインでの開催となりましたが、少しでもサポーターとの距離を縮めようと新加入選手たちが一発芸を披露しました。右よし、左よし、俺風よし。海の声が知りたくて。これからが楽しみな選手も加わったアルビ、そのチームワークは今年も健在です。もともとチームの雰囲気はすごくいいですし、仲がいいんですけど、ピッチの上では打破して、厳しい関係を作れるようにすればもっと強くなれるかなとは思います。そして今朝、およそ1ヶ月間のオフが明け新体制がスタートしたアルビ、これから高知キャンプへ出発します。空港には去就が注目されていた本間志音選手の姿も。去年は悔しいところで終わってしまったんで、昇格したいっていうところが一番強いです。本当攻撃的な選手を、いい選手をたくさん取ったので、いい競争の中で自分の特徴っていうところを出してアピールしていければいいかなっていうふうに思います。昨シーズンの主力に新たな戦力を加え挑む J1 昇格への道、今シーズンもキャプテンを務める堀米選手はキャンプでのチームの進化を誓いました。よりピッチ内での激しさを持って戦える集団にしたいな。高知キャンプは来月5日まで行われます。